2012年のフランスアメリカ合衆国のスプラッター映画。監督はフランク・カルフン。出演はイライ・ジャウッドとノラ・アルネゼデールなど。1980年の同盟映画のリメイク。2012年5月に開催された第65回カンヌ国際映画祭で初上映された。ロサンゼルスでマネキンの修復師をしているフランクにはある秘密があった。 彼は幼い頃のトラウマからマネキンしか愛することができず、夜な夜な街に出て若い女性を殺害し、その頭皮を剥いで、マネキンに被せるといった異常ものだったのだ。そんな彼の作品に目をつけたカメラマンのアンナは、古典の題材に選び、彼と共に準備を進めていく。自分の作品を評価してくれる彼女に対し、次第に惹かれていくフランクだったが、隠していた本性が、 明らかになってしまう。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ショッキングで血生臭い、マニアックは、よくある普通のサイコホラー映画よりは知的だが、過剰な血のりで何度も台無しになっている。であり、74件の評論の内高評価は53%に、当たる39件で、平均点は10点満点中5.30点,点と、 なっているメタクレティックによれば18件の評論のうち高評価は5件賛否混在は9件低評価は4件で平均点は100点満点中47点となっている。ありがとうございます。